今日もやります。いやー、ネーミね、何時今？15時です。お前えぐいって。これから仕事に向かってる最中なんですが、ね、今回はやっぱり今日、昨日かな、昨日から始まってて、トマサイですね、トマスユーバー、まあ、特にトマサイの方ですね。まあ今回タイでやってるのかな。そうですね、タイでやってるトマサイのことをちょっと話していきたいと思うんですが、じゃあいろんな選手いますね。桃田から始まり、桃田、西本、常山、奈良岡、畑野、古賀、斎藤、渡辺、小木、小林、竹内、松井じゃなかった。そうです。言ってキーになるのは誰？バドミントンに全く興味がないモーリーが言う、はい、あのキーになる選手。ホキコバ、古賀祭、一つ一つ古賀祭と、なんでなんで古賀と仲がいいから頑張ってほしいから。え、はい、出ましたね。古賀祭と以外は頑張ってほしくないっていうことで、はい、はい、ということなんで、先輩の西本くんとかね、名前上がってきませんでした。はい、まあ、そういう感じですよ。彼に聞いたっていうのは特に理由はなく、あの全くあのちゃんとした回答が返ってこないと思ってたんで、それはそれで全然大丈夫です。うるせえなかなか進まなくね、なかなか進まない。はい、ということで、トマス杯、まあ、2引く3段ですね。まあ実業団と同じルール、全日本実業団と同じルールで、全日本実業団と同じルールなんですが、唯一違う点がありまして、国際大会の場合はですね、ランキング順に出さないといけません。全日本実業団の場合はランキング順じゃなくても大丈夫です。そのランキング順っていうのがシングルスで、ね、1から3番までありますけど、3番に一番強い選手が行ってもいいですし、セカンドダブルに一番強いダブルスを持っていってもいいっていうのが国内のルールですけど、海外はそれと違って一番強い選手は第1ダブルス、第1シングルス、絶対。だから桃田が第3シングルスに出ることは 100% ありません。これは結構意外に知らない人多いんで。なんで、あれですけど。僕が思ってるキーになるのはやはりトップシングル、トップダブルスかな。やっぱいろんな理由があるけど、やっぱりそこが安定して結果をもし残せた場合、その後でやる人たちは結構楽よね。やっぱ 2-0 で回ってくるか 1-1 で回ってくるか 0-2 で回ってくるか全然違うでしょ。あ、全然違う。まあトップダブルとトップシングルスが、まあ、重要だと思います。でも僕が思う最も重要な位置っていうのがあるんですよ。最も重要、ここの位置の人が結局どういう風な働きをするかによって全然結果が違うというのは、僕が一番推してるのは、推してるとか重要だと思うのは第二シングルスですね。第二シングルス、これにつきますね。はい、その理由とするとですね、今話した通り 2-0 で回ってきても 1-1 で回ってきても、たとえ 0-2 で回ってきても